夢をつかむ勇気、そして世界への挑戦、吉木が語るナンバーアンダーライン愛への熱いメッセージ。吉木は、ナンバーアンダーライン愛の挑戦を、すごいと思います、と称賛し、日本にいたらいろんな意味で居心地もいいはず。海外でステージを見られたら嬉しい吉木のこの言葉には、ナンバーアンダーライン愛への期待と、彼らが歩むであろう険しい道のりを歩んできたものとしての深い理解が込められている。2023年、 レイコーチェラフェスティバルに出演し世界に名を轟かせたナンバーアンダーライン愛。彼らは日本のトップアイドルとして確固たる地位を築きながら事務所を移籍し新たなステージへと飛び出した。20代という若さで日本の成功を手放し、未知の世界に飛び込む決意。その勇気と決断は吉木自身の経験と重なり合う。吉木が x ジャパンとして世界進出を決めたのは1992年。 当時、日本からロックバンドが世界に挑戦することは、前例が少なく、まさに道への挑戦だった。彼らもまた、日本でトップアーティストとして活躍しながら、ゼロからアメリカでの道を切り開いた。その童貞は決して平坦ではなく、数々の困難を乗り越えてきた。30年以上前の吉木にとって、世界進出はまさに、道なき道を進むようなものだった。しかし、今の時代は、 K-POP の流星により、アジアからのアーティストが世界で活躍する道が開かれつつある。時代は変わり、挑戦しやすい環境が整ってきたとはいえ、その道は依然として険しい。吉木は、ナンバーアンダーライン愛の挑戦を、すごいと思います、と称賛し、日本にいたらいろんな意味で居心地もいいはずと、彼らの決断の重さを理解している。そして、海外での活躍を期待し、 今度機会があったらぜひステージを見に行きたいですし、海外で見られたら嬉しいなと思いますと、温かい激励を送る。彼らが歩む道は、決して楽ではない。文化の違い、言葉の壁、そして未知の音楽シーンへの適応。様々な困難が待ち受けているだろう。しかし、吉木の言葉には、彼らが乗り越えるべき試練への共感と、そして彼らの未来に対する希望が込められている。 吉木がナンバーアンダーライン愛に期待するのは単なる成功だけではない。彼らが世界で活躍することで新たな道を切り開き多くの若者にとっての希望となることを期待しているのだ。ナンバーアンダーライン愛の挑戦は今の日本のエンタメ界にとっても大きな意味を持つ。彼らの活躍は日本の音楽、文化、そしてエンタメが世界に通用することを証明する。そして、 新たな時代の扉を開く、希望の象徴となるだろう。彼らの挑戦は、これからどんな展開を見せるのか。そして、吉木が、海外でステージを見られたら嬉しいと語る願いは叶うのか。彼らの未来は、まだ始まったばかりである。吉木の言葉は、ナンバーアンダーライン愛の挑戦への応援であり、同時に、日本のエンタメ界への期待でもある。彼らの挑戦は、 新たな時代を告げる金となるのか。今後の彼らの活躍に目が離せない。海外でステージを見られたら嬉しい YOSHIKI のこの言葉がナンバーアンダーライン愛の背中を押し、彼らの夢を叶える力となることを願う。そして私たちも彼らと共に夢を追いかける勇気を持とうではないか。海外でステージを見られたら嬉しい YOSHIKI が語る世界に挑戦するナンバーアンダーライン愛へのメッセージ。 今年、ベイコーチェラーフェスに出演し話題を呼んだナンバーアンダーライン愛。過去にこのフェスに出演したエイクスジャパンの YOSHIKI に、世界への道のりとナンバーアンダーライン愛へのメッセージを聞く。一昨年、ニューズウィーク日本版の、世界に挑戦する日本人2 0 2 2年9月6日号、特集のカバーストーリーに登場した YOSHIKI。昨年はベイカーネギーホールをはじめ国外でクラシックコンサートを開催し、 今年4月16日には米ロサンゼルスのドジャースタジアムで米国歌のピアノ演奏を披露するなど、国外での活躍が続く。ヨシキが XJAPAN として世界進出を決めたのは1992年のこと。その後、バンドは一時解散したが、再結成を経て2014年にはニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデン、2017年にはイギリスのウェンブリー・アリーナで公演を実施。そして、 2018年には世界最大級の野外音楽フェス、コーチェラ・フェスティバルでヘッドライナーという大役を務めた。そのコーチェラ・フェスには今年4月、日本からナンバーアンダーライン愛、夜遊び、s いち、新しい学校のリーダーズなどが出演し話題を呼んだ。本市8月13日20日合併号、世界に挑戦する日本エンタメ2024ではのナンバーアンダーライン愛を総力特集。に、 コーチェラの意義とナンバーアンダーライン愛の挑戦についてジャーナリスト田沢栄と本誌小暮里子が聞いた。コーチェラフェスというのはアーティストにとってどんな存在で、そこに出演するというのはどのような意味があるのか。世界トップクラスのフェスティバルで、世界中のアーティストが全員出たいと思うような舞台です。すごく温かいファンもいるけれど、厳しい意見も出てくるものだから、出演者にとってはある種の物差しにもなる。 自分が世界の中で今どれくらいの位置にいるかというのを測る意味での物差しか。コーチェラに出られるか否かという、まずそこに壁があると思う。自分が出ているので自慢みたいになってしまって言い方は難しいですが、まずは出られるということ自体がすごいこと。コーチェラって、世界中のアーティストが全員出たいと思う場所なんです。コーチェラに出たくないアーティストは、多分ほとんどいない。 コーチェラに出るというだけで世界中からまず名前が調べられる、そういう舞台です。そういうステージに、今年はナンバーアンダーライン・アイが初出演した。メンバーの3人は、平野翔さんが27歳、神宮寺勇太さんが26歳、岸優太さんが28歳。YOSHIKI さんが日本からアメリカに挑戦したのも彼らと同じくらいの年齢の頃で、XJAPAN は日本のロック界で確固たる地位を確立していたが、 ゼロから挑戦する覚悟でアメリカに渡った。日本でトップアイドルとして活躍していたナンバーアンダーラインアイの3人が、事務所を移籍してまで海外への挑戦を決意したことについて、思うところは、すごいと思います。日本にいたらいろんな意味で居心地もいいはず。確固たる地位を築きながら、それでも海外に向かっていくというのは本当に尊敬でしかないですね。挑戦を決めてから、 世界への道のりというのはどれほど大変なのか。30年以上前は、状況が全く違いました。まず日本からロックアーティストが世界に挑戦することについて前例がほとんどなかったので、あまり前に道がなかった。今は逆に K-POP の方たちが大活躍しているので、アジアから出て行っても挑戦できるんだという、そういうイメージが生まれている。当時は、どうしてアジアの人がアメリカでロックをやっているんだ という点々点々点々。そんなところから始めなければならなかった。当時に比べたら、挑戦しやすい環境になってきている。それはもう、自分自身も含めて全体的にそうだと思います。アジアのアーティストが海外に出て行こうとするとき、特に K-POP の影響はすごいです。ナンバーアンダーライン愛の皆さんにメッセージがあれば。今度機会があったらぜひステージを見に行きたいですし。 海外で見らられたら嬉しいいなと思います本誌8月13日20日合併号で本誌初の2種カバー通常版と特別編集版を飾ったナンバーアンダーラインアイ